さあ始まりました、親指牛太郎の生駒大好き牛牛牛、番組 MC の親指牛太郎です。そしてはい、好きなマイクは三八、アシスタントのりょうかです。お願いします。お願いします。さあさあ、はい、2回目ということなんですけども、はい、始まりました。ちょっと前回ね、初めてのロケで、はい、だいぶ緊張したんですけど、ちょっと重大発表があるんじゃないですか。そうね、いいんですかここで。いや、もちろんですよ。私伊藤涼香、身長ちょっと伸びました。どうでもいいわ、分からへんわ。この年で伸びるのすごいでしょ。ほんまにすごいけどそれもうごめんなさい、チャポッコ解散しまして。チャポッコ解散、NSC 卒業で初めての仕事でチャポッコの伊藤涼香ですって来て、はい、2回目の収録で解散。チャポッコ捨てました、はい。こんなことなると思ってなかったんですけど、なかなかないですよね、はい。まあ、新しい相方探してまた頑張るので応援お願いします。すごいですよ本当にね、はい、ぜひね。やって、あ、そういえば僕もなんですけど、りょうかちゃんもまだ顔見せてないんですよ。あ、ほんまですね。どうします、後ろ向いて。そうそう、どうします、見せます。見せないということもできるんですか。もちろんできるよ。いや、できるんですか。はい、ぜひ見ていただきたいんです。じゃあちょっと、じゃあカメラに向かって、じゃあ、見ていただきましょう。伊藤涼香ちゃんです、どうぞ。はい、涼香です、お願いします。ね、めちゃめちゃ、いやいやいや、誰も見てへんから分からへんから、それは。いやいや、一番なんとも言えへん顔してるんですよ。まあでも、まあ芸人さんの中ではかなり、まあ可愛い方じゃない。いや、そのいじりにくいし、うん、かといってめちゃくちゃ可愛いわけでもないっていう微妙なとこついてるんで。まあ本当にちょうど微妙なとこちょうど微妙ですよね。そうなんですよ。で、牛太郎さんもね、お顔。あ、僕も見せましょうか、はい、じゃあすいません。じゃあお見せしましょう。牛太郎さん、お願いします。どう、牛太郎さんもめっちゃ微妙なら、ね、に今日は2回目のロケ、はい、どこに行くんですか。はい、今日は生駒三条遊園地に行かせていただきます。出ました、生駒三条遊園地。遊園地ですよ。遊園地も楽しみなんですけど、はい、その前にこの生駒のイベント紹介を先にさせていただこうかなと思います。はい、はい、本日もこの方、生駒市障害学習施設エグゼクティブプロデューサーの木山さんです。お願いします。お願いします。いやー、元気があまり出ない。なんでですか。元気を出さなあかんと思うんやけども、はい、阪神が開幕9連敗そうなんですよ、はい、1個勝って6連敗、はい、2つ勝ってまた負けて、はい、まあまだ先長いんでね、もう来シーズンに向けて、ね、若手の育成とか頑張って、いや、新監督には頑張ってもらわなかった。2期が生駒にやってきます。生駒2022、これね、一見こう見えるでしょ、はい、実はこうなんです。はい、ほんまよ。はい、生駒2022です。これは生駒公演、全国ツアーなんで奈良公演ということになってますけども、はい、生駒はこの竹丸ホールで、はい、行われます。生駒は7月の2日です。はい、ただいまチケット、はい、プレイガイドで発売中です、はい、で、生駒竹丸ホールでは、はい、5月の7日から窓口販売もいたしますので、はい、ぜひ皆さんお買い求めくださいませ。はい、はい、あのミキが、はい、生駒でね、咲いたね、咲いたというか、まあ、全国ツアーですから、はい、単独ツアーで、これすごいですよね。わざわざ全国ツアーの、うん、そうなんですよ、一箇所を生駒で見られるということで、ぜひ、皆さん、お越しください。はい、はい、ミキ本人から、はい、メッセージが届いておりますので、VTR の方をどうぞ。どうもミキです。どうも、なんと今年もミキマン2022全国ツアーということで、全国ツアー開催させていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてなんと奈良の方でも、開催させていただきます。初めてです、はい、奈良でミキマンやらせていただくのが、 それがなんと7月2日でございます、竹丸ホールの方で、はい、2時開演でございます。ぜひ皆さん来ていただきたいなと思っております。はい、ありがとうございます。はい、どうですか奈良は。奈良は僕本当によく釣りに行きたいと思いますので、ね、奈良はすごくいいですよ。あ、なるほど、はい、奈良は何があるんですか。奈良は、奈良はまず大きい池とか。あ、へえ、大きい池、はい、釣れるんで。あ、そう、はい、他は木、あ、木あんにゃ、なら、あんねん、びっくりした、俺も、なんか木がね、あ、そうなの、周辺に、周辺に、木あんねん、あとは、空、どこにでもあるよ、
というわけで、はい、奈良の皆さんぜひ来ていただきたいと思います。慣れました。叩かれるのは慣れました。これです、落語会のお知らせ。はい、三好青葉2人で勉強会、この竹丸ホールの小ホールで行われます。はい、日時は6月25日土曜日14時開演になっております。はい、吉本若手話し家の中でも将来予測をされるこの2人の話し家さん、はい、竹丸の舞台で真剣勝負ということで、料金もたった1000円です。あ、はい、お求めやすい料金で。しかも2人ともイケメンですもんね。イケメンですよ。どうぞ。話し家さんの割にかっこいいですね。スカウトしたらまずい。一緒に、すごい。でゲストはあの川上純さん。川上純さん、腹話術もう達者ですからね。はい、不思議な世界へ、はい、連れて行ってもらいます。チケット発売は5月8日から、生駒市の障害学習施設の窓口で売っております。はい、ファニーチケットでも売っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、次はジャズでございます。おこれジャズと言いましてもビッグバンドジャズ、はい、はい、これアロージャズオーケストラという関西の名門、ビッグバンドジャズでございます。はい、そして、そのボーカルに OSK の元トップスター、はい、大岡昇さんをお迎えして、ジャズのヒットナンバーの数々をすごいお届けしようと。そしてなんとおさむさんがゲストですよ。ジャズといえば、はい、ジャズといえば知らないでしょ。いや、わからないです。ジャズといえばおさむさんです。そうなんですか。はい、もう本気で、ジャズシンガーやってますから。ライブもあの定期的にやってるんで。はい、そうなんですね。そうめっちゃ渋いですからね。渋いですよ。おさむショー、はい、ぜひお楽しみいただきたいと思います。はい、日時は7月30日この竹丸ホール大ホールで行われます。はい、チケット発売は5月2日、土曜日の10時から、はい、はい、生駒市内障害学習施設と、プレイガイドチケットピアで、売っておりますので、はい、ぜひともお買い求めいただきたいと思います。料金はたったの3000円です、この豪華メンバーで。はい、おー、すごい。はい、お待ちしております。シルクの屋さん出てきました。出ました。もう行くまでもね、2回ほどやってるのかな。はい、別品塾ですよ。ですね。はい、もうシルク姉さんとはもうね、はい、もう何十年も前からお付き合いありますが、もう変わらない。そうそう、ね、憧れですよ ね、 ね、何十年も変わらずね、はい、この美しさを保つ秘訣というのを、はい、皆さんに伝授したいと、はい、いうことで女性限定でございます。女性限定、女性の憧れと夢を、はい、実現させていただきたいと、はい、日時は6月の5日日曜日でございます。14時から、北コミュニティセンターで行われます。はい、料金は3000円、値打ちのある3000円だと思います。はい、お申し込み期間は、5月の24日火曜日から29日日曜日まで北コミュニティセンターまでお申し込みください。はい、この前もお知らせしましたけども、桂三好のお楽しい落語教室、はい、引き続き募集中でございます。はい、さっきも、落語会で、はい、三好さん出てますけども、はい、こちらの落語教室、ぜひとも参加していただきたいと思います。はい、全部で6回ございますので、はい、6回のうちに落語ができるようになるように、はい、お楽しみ、はい、楽しい折り紙教室、はい、これも話し家の、はいはい、羽織ちゃんが、はい、折り紙の講師を資格を持ってますので、はいはい、そして、こんな、綺麗な、ね、はい、あの作品を一緒に作ってみましょうということです。これは鹿の台ふれあいホールというところでやっておりますので、ぜひ、お申し込みいただきたいと思います。はい、今度はちょっと勉強しましょう、はい、ということで、芸術会館ミラクで行われます、手塚山大学生駒教養講座、これ第3弾でなんですけども、はい、古墳の物語、はい、まあ奈良はね、あちこちに古墳がありまして、はい、日本の歴史の始まりの土地ですから、はいはい、ですからそういう勉強をしていただいて、はい、もっと奈良のこと、日本のこと、はい、深く知る機会になればということで、はい、行いますので、ぜひとも楽しい講座を受けてください。はい、今日はね、今度生駒市の南コミュニティセンターで、はい、消防フェスタというのがあるんですけども、はい、そのお知らせにですね、はい、生駒市消防本部予防課の方から工藤課長佐藤森田さんがお越しいただいてますんで、はい、説明をしていただきましょう。はい、よろしくお願いします。どうぞ。てれ治れ。皆さんこんにちは、生駒市消防本部予防課課長補佐の黒田と森田です。
本日は貴重な、人気番組のこういう告知コーナーをいただきましてありがとうございます。令和4年5月14日土曜日に消防フェスタイコマ55を開催します。はい、場所は、南コミュニティセンターせせらぎと消防署南分署消防団機動第3分団で行います。内容は、10時から11時半ごろまでせせらぎ大ホールで、消防の仕事の説明と広報、女性広報指導分団員による、適正利用の演劇、生駒市立小瀬中学校吹奏楽部による演奏、奈良県立奈良北高等学校書道部の動画と作品による書道パフォーマンス、そして、12時から14時頃まで各種イベント会場にて消防の仕事がより身近に感じていただけるような各種イベントブースで、いざという時に必要となる119番通報のやり方や応急手当、水消火器による初期消火訓練などの各種体験コーナーも開設します。入場料はもちろん無料ですので、そして来場者の方に素敵なプレゼントもご用意しておりますので、皆さんお誘い合わせの上ご来場していただくことを、心からお待ちしております。最後に2点だけ注意事項がございます。まず1点目、ご来場へは公共交通機関をご利用ください。近鉄生駒線南生駒駅から徒歩約5分となっております。また、せせらぎ駐車場や南小学校南保育園跡地に、臨時の駐車スペースはございます。続いて2点目、新型コロナ感染拡大状況によりましてはイベント内容の縮小や中止になる可能性もございますので、ご来場前には生駒市消防本部ホームページやツイッター等の方をご確認の上ご来場していただけるようによろしくお願いします。以上で、消防フェスタ生駒55のイベント告知を終わらせていただきます。敬礼。直れ。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、これから生駒三条遊園地に行くわけですよね、はい、楽しみですね、はい、今いるのはですね、これね、実は生駒三条遊園地、はい、ケーブルカーを乗っていくんですけど、近鉄生駒駅のすぐ横にある、はい、鳥居前駅、はい、行ってるわけなんですよ。そう、見てください。なるほど。こちらのケーブル、これに乗って行くんですけど、アトラクション乗っていい。あ、もうそんな感じですよ、ね、ここから始まってるから生駒三条始まってますよね。もうライトアップがすごいすごいだよ。じゃあ早速、はい、もう乗っていきますか、ね、はい、じゃあちょっと現地に向かって向かっていきたいと思います。さあ、やっと着きました。いやー、乗り換えのケーブル駅にしてはめちゃくちゃ豪華な。いやここが到着やから。あ、着いたんですね。書いてるやん。お前、三条園地着きました。やっと着きました。すごい。いや、めちゃくちゃ久しぶりで。久しぶりですか。ちょっとめちゃくちゃ楽しみやねんけど。 いいですね。そう、懐かしい感じで。懐かしいんですよ、本当に。素晴らしい。じゃあ今日この生駒三条遊園地をですね、ご案内していただきます。生駒三条遊園地、木村マネージャーです。どうぞ。よろしくお願いします。どうも、はじめまして。はじめまして。ゆうたろうと申します。よろしくお願いします。木村と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。すいません、失礼いたしました。いや、本当に遊園地で僕も20年ぶりぐらいに、はいはい、持ったかもしれないですよ、なるんで、だいぶちょっと見た目も変わってるんですけど。そうですね、はい、乗り物も20年前ですと絶叫マシンがたくさんあったかと思うんですが、はい、今はもう小さい子供さん向けの可愛らしい乗り物がたくさんある遊園地に変わってますんでね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。ちなみに生駒三条遊園地、僕がもう20年前来た時にはもう結構もうベテランの風格出てたんですけど、どれぐらい前から。この遊園地が昭和4年、から開業して、今年で93年目の遊園地ということで。すごい。そうなんです。93年もう日本でも屈指の古い遊園地ということになりますね。だから93年前に山の頂上に遊園地作ろうやって言い出してる人、えげつないですね。ちょっとすごいですよね。じゃあ早速中の方をちょっと案内していただいてもよろしいでしょうか。わかりました。お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。
このまま入っていただいても、うちは入園料が無料になってますので、あ、え、はい、全く問題ありませんので。無料で入れるんですか、はい、どなたも無料で。すごっ、捕まらないですか、大丈夫ですか、大丈夫です、入っていいんですか、はい、木村さん、今どちらの方に向かわれてるんですか、はい、今これからですね、飛行島といううちのシンボルにもなっているような乗り物になりますんで、それをぜひ体験いただければなと、僕、何度も乗らせていただきました。さすがでございます、はい、これですね、これちょっとあれですね、こちらが飛行島、飛行島、はい、であの昭和4年、開業当時からここにドーンと場所を伺って、開業当時からですか、はい、すごい。なので、まあ、日本で一番古い大型遊具、こういうふうに言われてまして、昨年の、はい、夏にはあった、はい、今日本独立学会の賞も受賞してるんです、はい、よくこんなに持ってるなっていう賞ですか。そうですね、あの近代化の証やったというような感じですね。楽しみ。いや、だから大人になって乗るの初めてなんで、はい、あの時の気分をちょっと味わえるかなと。多分に戻れると思います、はい、じゃあ今から早速飛行島の方に、乗りたいと思います、はい、木村さんも一緒に乗ってくれすん、はい、木村さんも乗ってくださるんですか。乗りましょうか、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと、あ、ガイドみたいな仕草が、あちらに見えるのはみたいな、わかりました、じゃあ そういう形で、あ、そんなやってくれます。じゃあ楽しみです。嬉しい。じゃあよろしくお願いいたします、お願いします、はい、どうぞ。何メートルぐらい上がるんですか。高さ20メーター、塔の高さ30メーターあるんですが、20メーターの高さまでさらに上がりますので、標高プラス20メーター。なるほど。ですね。30メーターといえば、めっちゃ有名な施設。何？30メーターって知らないですか。はい。30メートルって、このダブルのトイレットペーパー、クルクルクルって全部したらあれ30メーターなんですよ。いや、そうなんや。ダブルのクルクルクルって下ぐらいまで上がるってことですね。いや、わかりにくい。わかりにくいわ。想像つきやすいですね、皆さん。このカップルの絵面がどこまで持つのかっていうのがやばいかもしれない。でこの辺で一番飛行塔高いところです、はい、で今こちら見えてますのが大阪ですね。大阪北方方面ビル群並んでるのが梅田ですね。あ、あれが梅田。よくと高いのが阿部の原。で今見えてる山が金剛山、はい、で奈良盆地がずっと見えてきまして、若草山、はい、寄っていくと東大寺の大仏殿。でこっち方面京都盆地になります。比叡山が囲んで見えてる状態です。比叡山が見えるんですか。見えます見えます。さあ梅田と阿部のハルカスも見れて、で金剛山で若草奈良盆地で京都盆地比叡山と。比叡山で本命やったらね、この先海の先ですね、はい、明石海峡が見えて淡路島見えるんですけど、明石海峡から淡路島まで見えるんすか。遠くはね、あの小豆島小とか、こっち方面だとね、伊吹山までは見えます。すごいな。次ははい、ではね、同じく景色をお楽しみいただくの、はい、このサイクルモノレールというものを乗っていただければ、はい、あの、はい、ちょっとちらっと見てください。もうなんか向こうにはみ出していってないですか。全然大丈夫です大丈夫です。ちょっと怖いんですけど大丈夫ですか、ね、4歳の子供さんでも乗っていただけますんで、ね、全然大丈夫です。逆に大人になった方が怖いわ。確かにいろいろ分かってた。すごい、乗っていただければ景色だけはもう、あ、お前ですか、コートに負けず劣らずですね。はい、じゃあもう動かしますね。はい、大丈夫ですか。はい、ではスタートしてください。あ、手で押すんですね。人力も、あ、すごいすごい、うわっ、うおー、もう怖いですけど、ちょっと、あの、結構力いるな、いるな、ちょっとこれ上り坂しんどいですね。これ逆に4歳の子焦げんの。止まらないで、誰を超えるか。見てちょっと怖すぎる。すごい、これなんか本当にすごいとこに向かっていく感じが、ね、近づいてくのがすごい。
すごいな。いやでも景色すごいですね。景色すごい。すごいな。今回はこんな上から。これもうどう映ってんねやろうな。ほんまに。ほんま涼香ちゃんしか映ってへんねんけどさ。はい、この景色にやっぱ親指に使わしくないと思う。ちょっと撮っていいですか。どう、親指で何も見えないっすね今。でなんか分からへんけどさ、はい、おもんないカップル YouTuber みたいな。いやはい、ちょ思いましたよ。取り合いっこするやつ。そうやろ。はい、なんか照れるな。何ですかそれ。お嬢様さんね、はい、お久しぶりです。でたまたまですか。たま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 来てくださったんですか。そうそうそう、高山あられ1回目のロケで、出会ったあのおじさまなんですけども、今日たま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 絶対調べてます。ちょっとスケジュールバレてますよ。大丈夫ですか。飲み物かなんか飲みたいんですけども。そうですね。そしたらあの景色のいいうち展望レストラン、はい、ビューレストランというのがありますので、はい、そちらの方ご案内しますね。あ、よろしくお願いします。やっぱりいいっすね、ビューレストラン。いいですね。確かに見事な。すごいですね、ビューレストランですね。ビューの、はい、ビューのビュー。あ、これ僕のギャグです。すいません、あの見せなかったですか。あのビューとかね、あのビューに近いの言っちゃうっていうのがある。出てしまうんですね。すいません。いや、ほんまに綺麗。すごいですね。これは今何見えてるんですか。大阪方面ですね。で、八尾ですとか東大阪が手前にあって、はい、奥に大阪、こっち方面が仙南方面ですね。おいや僕ね、実は父親と母親と一緒にどっか出かけた思い出でめちゃくちゃ少ないですけど、唯一そのもう唯一と言っていいのがこの生駒三十遊園地なんですけど、はい、3人で生駒の駅から歩いて登ってきて、はい、汗だくなってどこ入ろう言ってここ入って、おとんが飲んでるビールが一番うまそうで人生の中で本当にほんま思い出で、僕その時コーラ飲んで、うん、お父さんお母さん楽しいわって言ったんが本当に最後に3人で遊びに行った思い出かもしれないです。はい、悲しいですよね。いやでもほんまに嬉しかったんですよ、その時が。小学校 4年生ぐらいやったかなと思うけど、ほんまにこの中かな、なんかでもちょっと冷房ガンガンで。じゃあ中ですかね。中ですよね。はい、入れさせてもらったんですけど、ちょっと楽しみです。なんかドリンクもいただいていいですか。ぜひ景色とともに味わっていただければと思いますので。はい、もう楽しみ。すいません、お待たせしました。こちらソフトクリーム。ありがとうございます。こちらクリームソーダになります。ありがとうございます。いただきます。ちょっといただいてください。いいんですか。いただきます。セクシーショットが見えます。何ですかその振りは。いただきます。うん。これが一番うまいですね。遊園地で食べるソフトクリームが一番うまいですよね。うわ、嬉しい。伊藤さんもどうぞ。いただきます。すいません。マジでうまいですね。そこのテンション。はい。ほんま生ビールが良かったですけど。贅沢ですよ。こっちのさ、はい、あれですか、これ生駒三条遊園地はなんか休日とかにはイベントとかは。そうですね、この春ですと5月の一部日程でキャラクターショーですね、実施してたりとか、はい、あとちょっとまだ未定なんですが、夏にもちょっとしたイベントを考えてますので、あ、詳しくはホームページご覧いただければ。ホームページは、はい、YouTube を見てる方に、はい、せっかくなんで何か、そうですね、いいですか、ね、ご覧いただいた方にぜひともうちに遊びに来ていただきたいと思いますので、はい、乗り物招待券というのがありますので、はい、5枚綴りのもの、はい、これを3組6名様に、はい、プレゼントさせていただきたいと思いますので、はい、ありがとうございます。そのチケットも全部乗れたり、どの機種にもご利用いただけるんですが、パターゴルフだけちょっとお使いいただけませんので、はい、パターゴルフだけは、はい、でも十分、はい、ね、5枚あれば十分楽しめますね、はい、ありがとうございます。さあ、この5枚乗れる乗り物チケットを応募してくださる方はこちらのメールまでお送りください。締め切り5月31日までになっているのでお忘れないお願いします。応募していただくとき、乗り物券欲しいっていう内容と、郵便番号、住所、氏名、お電話番号、必ずご記名の上にご応募お願いいたします。
じゃあせっかくなんで、はい、お礼といったら何なんですけどもね、はい、私たちのサインをよろしければお渡しさせていただいていいですか。嬉しいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。あとですね、はい、僕は整体師でして、はい、それでこうちょっと親指でこうギュッと混ぜするんで親指ギュー太郎って言うんですけども、せっかくなんで、はい、お礼といったなんなんですけども、ちょっとマッサージのさせていただけたらなと思います。ありがとうございます。特にどのあたりお疲れとかありますか。肩から肩甲骨の裏側あたり、肩から肩甲骨、はい、あ、得意分野でございますので、じゃあちょっとマッサージのさせていただきます。せっかくなんで私このままでいい、大丈夫、はい、じゃあもうちょっと、じゃあこっちにしますね。じゃあマッサージの方失礼いたします。ニュー、これ一回やるっていうのがあるんですよ。すいません、ごめんなさい。こういうのをね、じゃあすいません。じゃあそれでも法令なんで、はい、しますよ。あ、でも木原さん、お前結構こってはりますね。強さどうですか。もうちょっと強くても大丈夫。あ、もうちょっと強く、こんぐらい、お仕事で、いい感じですか。あれ、なんかスポーツとかされてました。スポーツはほぼやってないですね。あ、だと思いました。さあ、じゃあ最後にね、はい、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、最後にはい、りょうかちゃんのコーナーでいいですか、締めていきましょう。ありがとうございます。さあ、りょうかのちょっと謎解き、よいしょ。はい、じゃじゃん。はい、こちらの問題でございます。ほう、今1問目ですね。漢字がいっぱい並んでて、はい、1が会合の時、はい、2は何でしょうという問題でございます。1が会合の時、2は何でしょう。さあ、お考えください。1が会合、お、1を見つけたとこはめちゃくちゃ早いですね。1が会合のとこ、2はん、ちょっと難しいですかね。ちょっと難しい。ヒント欲しいですね。はい、ヒントは、まあ、今言っていただいたように、まず1を探していただきまして、はい、ここに1があります、はい、1と2も見つけまして、はい、何か違わないですか。形、あ、そうです、この形、はい、これ何でしたっけ。これは六角形。お、六角形、六角形、三角形、三角形、何、あ、はい、1、2、3、4、5、6か。お、1、2、3、4、5、6ね。お、三角のものを出してね。1、2、3とと三角、三乗。お、すごい、大正解でございます。やったー。じゃあ、まあ回答を書きます。はい。まず上の数字とのマークに注目してください。はい、1を探しますと、この問い1のマークがあります。はい、問い1を囲っているのが六角形なので、はい、六角、漢字の画数六画のものを探すと会合というものになります。はい、ということで、このルールにのっとって2を探しますと第2回で三角形があります。はい、なのでこの中から三角の漢字を探すと山と上が見つかって三乗になるという謎解きでした。はーい、おめしてる。三乗ゆうじさん来させていただいたので、三乗で、はい、皆さん解けましたでしょうか。すっきりしました。よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、すっきりしたということで、はい、次回のロケ地は生駒三六太鼓保存会さんにお邪魔したいと思います。はい、これは僕生駒出身なんですけど、はい、ちょっと全然存じ上げないので。そうなんですね。はい、楽しみです。すごい、多分太鼓をこうすごい伝統的にやってはるところらしくて、はい、そこでこう練習を一緒に体験させていただけるということで。次回は6月1日、はい、6月1日にぜひ皆さんお会いしましょう。はい、それではまた、ありがとうございました。ありがとうございました。サンキュー。